さっきより景色良くないですかこれ。いやー、それではまず貝汁食べに行きます。本日も西の方に向かっていく予定ですが、その前にちょっと山口の日本海側の方に行ってご飯を食べたいと思います。もう結構歩いてきたんですけど、すごいな、あんまこういうとこ知らないです。3分以上ずっと歩いてきましたけど、やっと出たようですね。おお、いやー、とても立派なお稲荷さん。あ、電車通ってます。すごいところです。それでは戻りはゆっくりリズムで頑張ろう。いや、相当これ登らないと、相当下ってきたんで、きつい。いや、本気できつい。足がおじさんはあんまり疲れてないようなので、スタスタと歩いています。せっかくだからとプンさんは上でお祈りするそうです。今日のお昼は元祖河原そば、高瀬さん伺おうと思ってます。まだ準備中なので散歩でもしながら待ってる感じですね。来ました、河原そば、すごいです。うん、おいしい。ちょっとパリッとしてるところがあって、もちっとしてる。まもなく関門海峡というところまでたどり着きました。ここからプンさんは関門海峡を徒歩で越えて九州へ、僕は車で関門海峡を越えて九州に入りたいと思います。まずはプンさんを人道、人の道のトンネル、人道トンネルの入り口でプンさんを降ろして、僕はそこから関門海峡自動車で渡りたいと思います。関門大橋が見えてきました。こちらが関門トンネル人道入り口です。下関側から九州へ入るトンネルの入り口ということですね。またバイバイ。こちら、三茂裾川公園ですね。こちら、大砲がありますね。すごい。長州砲って書いてあります。あちらに見えるのが関門大橋ですね。で、これからあちら、福岡に渡っていこうと思います。私は尋問トンネルで歩いていこうと思ってます。白波がすごく立ってきました。とても大きな船です。まあ、なんでだ。何びっくりした。長州砲が、なんで今ちょうど対岸の九州を眺めてたら、突然長州砲が、壇ノ浦の戦い、平知盛、源義経、そして関門海峡です。関門トンネル人道入り口まで来ました。ワクワクですね。料金箱となってますけれども、歩きは0円です。クジラくんよろしく。こちら。はい、それでは地下。お。
はい、こちらから来るんですね、きっと。こちらから登ってきて。下関川トンネル入り口です。それではプンさんを降ろしたので僕は、関門海峡を車で越えていきたいと思います。一般道から行くので地下を通るんですけど、なんか一度内陸の方に山側にこうトンネルが深い位置にあるので山側の方に行ってそこから入るみたいですね。それでは関門トンネルって書いてありますね。これでまっすぐで関門トンネルを越えられるようです。関門トンネル料金所ですかね。料金所ですね。いくらだ。普通車160円。長さどんぐらいなんでしょうかね。160円です。200円からいただきます。40円のお金と領収書です。はい、どうも。それでは関門トンネル潜っていきたいと思います。ここがトンネルの入り口ですね。入りました。から海底のようですね。でプンさんの徒歩で行くのはこの車より下、さらに1個下をくぐって今頃歩いているんじゃないでしょうかね。なかなか長いですね。まだまだ潜っていくようですね。だいぶ走ってきました。そろそろ海の真ん中で県境なと思うんで、県境がこの辺でやってくると思うんですけど、どうだろう。まだ山口県だと思います。あ、こっちは、あれ、もう福岡かな。もう福岡県入ったのかな。なんか位置的にはもう上陸してる感がありますね。県境越えて福岡県入りました。九州までやってきましたね。ってことでプンさんを迎えに人道トンネルの向こう側の入り口に向かいたいと思います。あ、出口だ。出口が見えてきました。こちらが九州の街並みということになりますね。いやー、九州も晴れてますね。そろそろ門司釜の人道トンネル到着すると思うんですけど、結構複雑ですね、この辺は。関門トンネル門司釜の入り口ですね。まだプンさんは来てないようですね。無事九州上陸プンさんできるんでしょうかね。少し待ちたいと思います。それではこっち押してみます。門司港の方ですね。よいしょ。おー、それでは福岡でこちらね、右側の方押したいと思います。それでは歩いていきましょう。出発します。すごい、なんかなんだろう結構なんでしょうね、なんか不思議な感じです。楽しいけどちょっと怖いというか。今下関から80メートル歩いてきました。あと700メートル門司まで向かいます。こちら本州と九州の県境です。山口県、福岡県ですね。ちょっと先ほどと空気が変わって、ちょっとなんかひんやりしてきたんですよね。やはり海のなんか そこの方なのかな。今ちょうど県境だったんで。
ひんやりして、周りにはお魚がいるんですかね、見えませんけど、海藻とかお魚の絵があったりしますが、外はそのような風景なんでしょうね。門司まで来ました。先ほどの登壇記念スタンプですね。門司ですね。じゃあどうせるかな。はい、おー綺麗。下関門司港関門海峡横断記念です。尋問トンネル楽しかったな。門司側出口です。今小倉駅周辺みたいです。なんか観覧車あるんですね、小倉って。今いるのは博多のど真ん中です。運転疲れました。ないからちょっと行ってくるよ、うん、はい、おだおだい。本日の宿、東横イン博多駅南口到着です。鉄鍋屋さん開きました。おいしくいただきました。ごちそうさまです。後でやってきたのは一蘭総本店。一蘭に行ったことがないので、せっかくならここに行こうかなと思ってちょっと行ってきます。ラーメンちょっとよくわからないので、基本こちらの基本メニュー商品はね、メニューはラーメン、チャーシューハイクね、日本一おかしいけど、メニューは固めです。プンさんは駅の方に行ってると思うので、博多駅の方向かってみたいと思います。おじさんと別れて今博多駅の前にいます。いやー、ラーメンの一層さんちょっと混んでますね。こちら食べたかったんですけど、ちょっとやめにしよう。こちらの本格手打ちうどん、はがくれさんちょっと気になってるんで、こちら今日ちょっと食べていきたいと思います。ありがとうございます。ごぼううどんです。おいしそう、はがくれうどんさん、いや本当に美味しかったです。この福岡の柔らかいうどん食べてみたかったんですよね。食べたことなかったんで。博多駅にやってきました。プーさんはもうなんか行っちゃったみたいなんで、博多駅で一人でちょっと買い物します。